皆さんこんにちは、コスケでーす。無料空所。はい、ということでね、僕最近ね、呪術改正にめちゃめちゃハマってまして、まあ、最強を目指しているんですが、まあ、そんな僕にね、皆さんからよくコメントが来ます。レベルを上げたいんですけど、どうしたらいいですかって、強くなりたいんです。レベルをどうやったら上げればいいですかって、めちゃめちゃ言われます。正直な話、これ僕ね、今までね、63,200 回は言ってるんですけど、自分のレベルを上げるよりも、先に優先してあげるレベル、そう、スキルレベルがあるんですね。これね、スキルレベルが上がると、まあ、レベルが上がってなくても、もう基礎ステータス、まあ、ほら見て、ほら、最大 RP 筋力が上がるとか、両手剣だったら、まあ、同じなんだけど、あとこの見て、このね、魔法だったらさ、この、受けるダメージが軽減し、その属性の与えるダメージを上げるとかね、めちゃめちゃいっぱいあるわけよ。で、みんなね、本当に、言わせていただきたい。ボスに勝てない人は、レベルよりもスキル、スキルよりも装備。まず、現時点で作れる、一番強い。自分が今現状作れる。例えばさ、ストーリー進めとって、やばい、プラチナがいる。でも、プラチナがあるところまではいけてない。じゃあ、プラチナの武器は作れんやん。プラチナの前の金鉱石で作れる装備をまずガチガチに固めるところから始めんといけんよね。100万円の武器が欲しいと思うやん。でも、現状手元に100万円なかった場合、じゃあ90万の、自分が買える90万の最強の武器で買うしかないわけよ。それでこう、寄せ集めて自分を強くするってことよ。で、そんな中でお金もかからずに時間だけ、もう時間ってことはあれだよね。もう、無料空所ってことだよね。ほんと、領域展開しよう。まず、帳を下ろしてみんなしっかり。で、俺が一番おすすめの、スキルっていうのが、この睡眠成長スキルって言うんだけど、みんな見てほしい。まず、俺このデータがメインデータとして使っとるんだけど、レベル1089で、睡眠レベルが、ま、100ぐらいなわけよ。で、みんな HP 覚えといて。これ、レベル1000超えとって、HP 68000なんよ。次に、睡眠レベルを、睡眠スキルレベルを999まで上げたデータを見せるから、カット。はい、みんな。今来たね。これ、このデータなんだけど、見て、睡眠成長スキルレベルが999なわけよ。で、見てください。HP 6万あります。まあ、どういうことかわかるよね。レベル13で6万。さっきのデータは、レベル1000超えとって HP 68000。これを見てね、もう、あって思ってるでしょ、みんな。今言って声に出して言って、あ、よくできた。で、まあ、そういうことなんよ。このゲーム、スキルレベルを上げれば上げるだけ最強になるんよ。まあ、最強といえば、まあ、五条悟なわけなんだけど、まあ、それに近いね、能力を持っとると。昔、五条悟の先祖が戦って、アーラコーダしたやつも、この睡眠成長スキルは絶対に999だったと言われとる。だから、まず、勝てない人は、もう絶対にこの睡眠成長スキルっていうのを上げることに徹してください。ということで、今回は睡眠成長スキルのことだけ言ったんだけど、他のね、いろんなスキルの上げ方、俺、動画化しとるから、ぜひそっちの方を見てきてください。ということで、さよなら。